面白みのないストーリーでどこにでもいるような魅力の薄い登場人物が普段誰もが過ごしているような日常を送るだけの無名の小説家による小説、そんな何の変哲もない小説が何の変哲もないために売れまくっているという、一体どういうことだろう。これから名探偵たちに謎を解いてもらいます。皆さんとっても素敵ですね。ルールはシンプルです。まず問題が出されます。探偵たちは問題を解くために質問をすることができます。ただし質問は1人1回です。全員の質問が終わると回答タイムです。回答も1人1回です。正解者がいなければもう一度だけ質問ができます。やはり質問は1人1回です。全員の質問が終わると2回目の回答タイムです。これでも正解者がいなければ思いついた方から回答をします。質問、回答、質問、回答、これだけ覚えていれば大丈夫です。それでは前置きが長くなりましたが本編スタートです。今回からですね、名探偵チーノが参加してくれます。おおおパラパラパパー。え、あれやろ、チーノもう質問フェーズなしでいけるんやろ。もう全部わかってるよ、全部わかってるよ。うん、付き合ってあげるから。お前ほんまにそのキャラでいくねんな。わかった、俺も行く。はい、おあの、この小説のタイトル、異世界の主役は我々だっていうタイトルやってる。あ、なるほど。待て、ゾム。ゾム。お前、主人公はとても魅力のある濃い人物やないか、お前。俺がちょっと引くレベルのあれやからね。お前、普段誰もが過ごしてるような日常やぞ。そうじゃないやん。はいか、家で言えば、いいえです。はい、そうね。はい、あれ、質問にカウントすんの。これは、まあ、PR に大先生のようなスター、著名人を使っていますか？ああ、いいえです。宣伝効果。おー。これと一緒にセット販売されてるものあったりしますか？おお。おまけか。おまけか。うん。これ、言及はないんですけど、いいえかと判断されます。いやー、じゃあ関係ないんやな。なるほど。この小説は書籍化されてますか？はい。されてる。はい。でもすれば電子書籍かもしれないですね。そこに関しては言及はないんですけれども。この小説は読み物として買われてますか？はい。あー、この本が売れた時代のまず背景から話すんですけど、うん、言論統制によって、本当にもう規制、もううんこって書いたら即発禁みたいな、そういう時代で、もうこういう何の変哲もないものしか逆に売れないんですよ。故に、娯楽のためにそれを結局買わざるを得なくて売れた、これ。小島さん。はい。めちゃめちゃ買われてる何の変哲もない小説、それは実は大学の教授が書いた本や。もちろん講義で使うために生徒にめちゃめちゃ買わしてる。これや。ありそう。ありそう。違います。違いますか。いや、無名の小説家、これ小根島です。え、うん、小説は書いたことがなかった。ないな。そして書いてみると面白みのないストーリー、全然売れへんかって。ただ、小根島には何があるか。財力。なぜ売れまくったか。自分で、めちゃくちゃ勝った。お前、正解です。違います。だろ。お前、俺が小説書くんやったら、スターウォーズパクリないから面白いに決まってるやろ、お前。パクるな。魅力が薄いとは言ってますが、魅力がないとは言ってないわけですよ。この登場人物、めちゃめちゃ飯を美味しそうに食べるんですよね。うん。で、食事シーンだけめちゃめちゃ美味しそうに食べるから、みんなが思わずそこ読みたくなってしまうと。うん。ね、そういう内容の小説が売れまくってるんですね。
最近ね、違いますめちゃめちゃ食事シーンうまそうっていうのは聞いたことある。あ、そうなんや。違かった。これ大事だ、俺も答えていい？もちろんです。おー、よかった。この面白みのないストーリーを書いた人、こいつ実はあの未来人なんですよ。おお、未来人が何かしらのなんかアクシデントがあって過去に来た、うん、過去に来てその未来のことを書いた本を売ってる。だ、何の何も面白みないけど未来のことが書かれてるからみんな買ってる。どうすか、そうさ。おっ、これはめっちゃいいとこ行ってます。これでえ、マジで、おこれ正解出ちゃうね、これ。あ、マジか、すごくいい回答してる。皆さんにヒント一つ。はい。そうやな。どこが一番のポイントであるかと言いますと、何の変哲もないということが非常にポイントなんですね、これ。逆を言うと、変哲があったらダメだったんですね、この小説は。え、やっぱりアッキーパンやん。いや、そういうわけです。あの出版業界の闇とか関わってこないです。え、でもゾムの回答とこのヒントを掛け合わせてくると結構なんか見えてきそう、うん、あ、ゾムの回答半分ぐらい忘れてきた。ない。じゃあちょっとすごい聞き方やけど、世界は危機に瀕してますか？これはいいえです。あ、うん、読み手は正常な人間ですか？お、はい。あ、なんやて？え？この小説は誰視点に立っても何の変哲もない小説ですか？いいよ、すげえ。いいっすね。お、これははいです。お、未来に関係してますか？いい質問ですね。これははいです。おー、関係してるんだね。してんのか。この無名の小説家は、ハンバーグ好きですか？ちょ、すでに確信つくんかと思ったんですけど。ほんまに。なんやそれ。いや、あの、ちょっとすいません、あの、全然思わなかったんでこれでいいです。はい、すいません。いいっすね。言及ないです。そうね。ロムの回答は未来から来た人間が書いた小説を、うん、みんなが買ってるやんな、言うたら。そう、そうやね。そうだよな。まあ、そら、でも変哲のない本って言えるのか、それは。だから、で、しかも誰視点でもいけるんやろ。そう。誰にとっても変哲のない話が重要ってことやんな、要は。いや、そうやね。変哲であるがゆえに、くれる。俺、分かったかも。お、マジか。ロールやったか。この本実は、うん、昔の予言本で、お、で、小説に書いてる内容っていうのは、うん、その今現在のことを書いてあって、ほう、その現在にとっては何の変哲もないことを書いてあるんですけど、古い、この昔からこの内容が予言されてたんやでっていうので話題になって買われてきたぽいな。ロボロさん、はい。ロボロさん、はい。バッチリです、正解です。おお。すごいね、これ当てたね。100年以上前に書かれた SF 小説が何の変哲もないと感じるくらい今の生活を見事に言い当てていたため、未来を予言した書として有名になり売れまくった。これが答えです。あー、なるほど。まあ日本で言えば明治時代ぐらいの人間が今ぐらいの生活書いてて、そうそうそう、めっちゃすごいやんこいつってなったんやな。いや、やっぱ俺の質問が聞いたわ。ハンバーグは関係ない。